大祭愚僧用中宇賀なべら三振エヴァンジェリスト前ちんこと前田明やいビギーイエイということで、今日もですね楽しい三振ライフうとときさびら、今日はですね、先日ちょっとあの、女性の方からですね多分声からすると昔若かった女性の方からですね、お電話がありました。地元に多分お住まいなんでしょうね。こう個展を、やってるということで、今私がですね前にこの動画で、その太鼓、まあ、チーガですね、このこういうチーガをですね、変えると、その竿の、に関係なく、音色も変わるとああいうことを、動画で見てお電話くださったんですね。その方がですね、まあこの動画の、見方っていうんですかね、いろいろとこの見方それぞれ人それぞれ違うと思います。私も私なりに感じたことを動画でこうシェアしてるんですけども、本当にこうまだまだ未熟なもんですから、このうまく伝えきれないという、ことも多々あります。今日はですね、その、2つの、三線、まあ材質が違う、この方は、油脂のですね、油脂のこの油脂のこの芯材で作った音色、そして、太鼓はですね、850Hz から880ぐらいの音色に、はい、貼っております。これが従来の沖縄のできなかった音色なんですね。従来の沖縄の、太鼓のチーガのですね、貼り方は十分がまあ限界と、まあ匠すごい素晴らしいこの腕を持った、匠の方はですね、それを、手作業でこの昔今はジャッキというですね、もので、やってる、ところが多いんですけども、昔はまたそのくさび打ちでですね、このくさびをこの紐でくくって、太鼓をくくってこのくさびを使ってこのどんどん強く張っていく。でこの強く張っていくという表現がですね、どこまで強くなのかというものが、結構あやふやだったわけですね。この三線のこの皮を張るところによってですね、そういったものをもっと具体的にこれからの、時代に沿った、提案ということでですね、私たちはヘルツというですね、この数字で、皆さんに、お伝えしております。それは、その弾いてる方々のですね、この女性と男性によってこの声の、質が違うんですね。まあ、これはご存知なんですけど、ご存知だと思うんですけども、男性のこの声帯というのは結構このキーのこの高さですね、この部分においては結構応用範囲が広いんですね。この声帯が広い分ですね、女性の場合はちょっとその声帯が狭い分、なんていうんですかね、その応用する、キーの応用がですね、なかなか音色となかなかマッチングしにくいという、まあデメリットっていうんですか、デメリットっていうか、まあちょっと三振に対しては、そういうところがあったということなんですね。しかし今高音域というですね、もう優に 800Hz 以上、この 800Hz というとまあ、11分以上ですね、これまで晴れなかった沖縄の、晴れなかった、この音色がですね、16分まで今晴れるんですね。その音色が、どのようにして、女性の方に向いてるかっていうのは、常々動画で、申しているんですけども、倍音効果っていうですね、その例えば今の10分までの、ヘルツでしたら、その6分7分っていうですね、張りの部分、これから、ちょっと、試しで、演奏するんですけども、その従来の音色に張った三線でちょっと弾いてみます。そして今度この高音域で張った音色で、も
弾いてみます。キーは CFC というですね、4番目の高さのキーで弾いてみます。その違いっていうのは何かというと、弾かないと本当にその人自身がですね、試しで弾かないとですね、感じ得ないかもしれないです。それはここに何ていうんですか、来たら、その試し弾きできますのでね、時間ある方は、機会がある方はぜひとも試し弾きしてほしいなって思うんですね。そうすると一目瞭然、ほとんどの人たちがもう何名もこちらに来て試し弾きしてですね、分かったと言うんですよね。その分かったっていうのは体感なんですよね。それぞれ感性がみんな違うのでね、一番その方が手っ取り早いということなんですけど、まあそれでもまあ情報としてね、皆さんにお伝えしているのが、そのデジタルでのものなので伝わりにくいっていうのはまあ欠点かもしれませんけど、まあそのイメージができるかなということで動画を撮って皆さんにシェアしております。さあ今日はですね、その2つのこれから演奏してみたいと思います。ノブイクドチというですね、古典でとても有名な素敵な歌があります。まあ下手な歌ではありますけども、下手な三線弾きでちょっとこの音色を聞いてくださいね。その違いはですね、まずその体感すると一番よくわかるのが、その高音域の、三線を弾くとですね、自分の声がその高音域の音色にこう引っ張られていってですね、出ていくんですね。このですから、この低い、低音域の三線を弾いてると、このいくらこの低音域の、三線の音色を高く張ったと、キーを高くしてもですね、引っ張られにくいっていうか、逆にキーが低い、女性の方にとってはもうなんか、ちょっときついかなというのもあるんですけども、まあそういったところをですね、イメージしながら弾いてみました。ご覧ください。その、最初に弾いたのがですね、7分針ですね。その7分針って言われているこのヘルツなんですけども、それがまあ一般的な女性がよく、まあ自分の声質っていうか、こう無理なく歌える、キーっていうか音色なんですね。それ以上に張ってしまうと、この音色と太鼓の音色と自分の声質が合わなくなって言ってることが多分感性で分かってるので、多分6分7分というですね、ポンポンポンというですね、この音色を、低音の音色をですね、まあ仕方なくといったら語弊がありますね。これは本当に個人的な見解なので、そういうふうな、状況環境なので仕方なく、そういうふうにやるしかないのかなという従来のがあったと思うんですね。そこを今やはりこの具体的にですね、何ヘルツっていう高音域、11分針以上のですね高音域を、音色ができるようになったらですね、女性はこの高音域を倍音っていうですね、自分の持ってる倍の音、
例えば、6部で歌っている人はですね、12部張りを張ればその倍音が使える。そしてその6部、で歌っていたこのキーがですね、ものすごくこう余韻が長く、そしてそのこのなんていうか倍音に合ったこの音色に惹かれてですね、自分の声がですね伸びていくんですよ。これ試してみるとよくわかるんですね。その、声の伸びがですね、女性は、とても私はセクシーだと思うので、ぜひとも女性の方には、こういった12分針以上のね、ものを、弾いてほしいなということで、この間お問い合わせあった、昔若かった女性の声質のような感じがしたんですけども、その、方にはですね、補足として、一応動画をですね、動画をご覧いただいているようですのでね、動画を撮って今お伝えしておきます。ご自分の声質とですね、今までやっていた、この6分7分のですね、張ってる音色をですね、ぜひともこの太鼓を変えるだけでこんなに違うっていう世界をですね、私はお届けしたい、そのように思って今一生懸命ですね、その普及に、努めております。ぜひとも女性の時代ですからね、女性がたくさんの人をですね癒してあげるこのボイスなので、ぜひとも、たくさんの女性の歌者の方、また、愛好者の皆さんですね、まず高音域の、三線の音色、まず、一度試しにですね、やってみてください。はい、ということで、またもう一つ補足としてですね、この方が、この材質は、竿の材質は関係なく音色は作れるんですか。はい、作れます。というか逆にいい竿でもですね、太鼓がの張りの具合が悪ければ、この竿はですね、竿自体の価値観もあると思うんですけども、音楽としての価値観は減っていくと思います。というのは三線ってやっぱり音を出して歌って心地よくっていうですね、ある意味で今は趣味の世界の、三線になると思うので、そういったことが言えるかなと個人的には思っております。ということで、もしあなたがですね、別に安い竿しかないんですけども、今この太鼓がポンポンポンなんで、もっと今、マイチンがおっしゃってるこの高音域に張り替えて使ってもいいんですか。全然それを勧めてるぐらいですからね、ぜひ試してみてください。ロイヤル証拠で来れるんでしたらウェルカムということでね、一坪スタジオで、どうぞ試し弾きして自分で、歌ってまず確認してみてくださいね。ということで、アシェまた野菜。